これから夏休みやお盆の時期に入ります。福岡県は新型コロナの水際対策として、感染拡大地域から移動してきた人を対象に無料 PCR 検査を実施することを決めました。無料 PCR 検査を実施するのは、福岡・北九州の両空港と JR 博多駅・小倉駅の4カ所です。東京、沖縄、大阪など緊急事態宣言やまん延防止措置が取られている6都府県から、福岡県を訪れた人や戻ってきた県民が対象です。利用の際は航空券や身分証で出発地が確認され、検査結果は翌日までに通知されることになっています。4カ所合わせて1日最大500件程度の検査が行われるということですが、上限が少ないという指摘も。どうしてもその検査というものがですね、その機械の能力というものもありますので、その枠内でやらざるを得ないということについてはご理解をいただきたいというふうに思っております。28日から福岡空港を皮切りに順次始められ、8月末まで続けられる予定です。東京、埼玉。昨日夜10時前、病院前に並んでいるのは新型コロナウイルスの深夜接種を待つ人たちです。福岡市民病院で午後10時から翌朝8時までの接種が始まりました。これで福岡市では24時間ワクチンが受けられる体制が整ったことになります。ありがたいですよね。仕事がちょっと遅く終わるんで、この時間が一番便利がいいかなと思って選びました。深夜接種では1日およそ100人の枠が設けられていますが、7月分はすでに定員に達したということです。